はい、それでは今回は説明型の to 不定詞ということで SVC の形ですね。Our goal is to find a cure for AIDS。構造的にはどうなるかというとこういう形になっていきます。SVC だね。これは説明型だね。基本文型のところでもやりました。To find a cure for AIDS というところが、まあ、保護になっている。我々の目標は AIDS の治療法を見つけることだということです、ね。これはだいぶシンプルです。で、これにはこれからというニュアンスがね、入っているのがわかると思います、ね。この先を見ているということね。で、今日はね、この説明型の to 不定詞には様々な要素が入っています。それがこの5つです。で、この5つを一つ一つ今日は見ていきましょう。あんまり深く考えなくていい。基本的には前を指していること、それだけです。では、一つ目いきましょう。If you are to get her back, you need to do more than just apologize. もし彼女を取り戻すつもりなら、ただ謝る以上のことをする必要があるわということなんだけど、ね、これね、つまり、to get her back、取り戻すならということで、その意思、ね、意図を確認するというところ。でもこれはやっぱり前を向いてるっていうところだよね。さあ、次々に行きましょう。次は命令です。命令といってもそんなに強くはないんだけど、You are all to be here by 10 a.m. sharp. Understand? ね。全員10時ちょうどにここに来るように、分かったということですよ。sharp というのはね、ちょうどということです。ね、to be here、ここに来るようにということ。これ命令の要素がある。でも、これも先のことを指しているよね。未来のことを指しているよね。やっぱり共通のニュアンス、指し示すっていうのがあるんです。そして、運命のニュアンスです。He was never to return to his hometown ということで、まあ、彼は二度と故郷に帰ることはなかった。これも先を指している。だね。もう全部共通してるね。そして、最後です。The president is to visit Japan next week. うん。大統領は来週日本へ訪れるということで、これも先を示しているということです。ということで、今日は5つのね、ニュアンスを勉強しました。あんまり深く考えずに、これが説明型の to 不定詞です。Alright, everybody. Talk to you later.